主の御名を呼び求める者は皆救われる。主の御名を呼び求める者は皆救われる。聖書ローマ人への手紙10章13節。今日も心を込めて聖イエス会の葡萄樹793号をお届けいたします。恐れないで生きる。恐れないで生きる。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。キリスト。素直な気持ち。昭和初期の北海道は旭川に鈴木新吉という大工の棟梁がいました。クリスチャン作家である三浦綾子さんはもともと小さな雑貨屋を営んでいましたが、その家を建てたのが彼でした。綾子さんは鈴木新吉さんについて、男の中の男という形容詞はこの棟梁のためにあると彼の半生を描いた小説岩に立つで紹介しています。ヤクザにも特攻にもひるまないけれども弱い人を放っておけない型破りのクリスチャン、それが鈴木新吉でした。極貧の家庭で育った新吉は小学校を卒業してすぐに家計を助けるために大工の見習いを始めます。新吉は棟梁から一気にスーッと削るんだ、素直な気持ちでスッスッと削るんだとカンナの使い方を教えてもらいます。この棟梁の言葉が心に残った新吉はそれ以来素直な気持ちで仕事に打ち込むようになり、それは彼の目指す生き方ともなっていきました。キリストへの信仰という土台の上に、新吉とキリスト教との出会いは娘の祈りがきっかけでした。教会の付属幼稚園に通っていた新吉の娘は食事の前に小さな手を合わせて、神様、ご飯とおつゆとお香香とありがとうございます、今日もお父ちゃんお母ちゃんゆっちゃんをお守りくださいと祈るようになります。なんともおかしがたい娘の祈る姿に心揺さぶられた新吉は教会に行き、生まれて初めて聖書の話を聞きました。そこで彼は罰を当てない神様がいることを知りました。小さい頃から天罰や神罰という言葉を聞いて育った新吉でした。けれども聖書の神様はそういう方ではなく、この世界を創造された方であり、そればかりかかけがえのない一人子をこの世界に使わし、十字架の死によって人間の罪と過ちを許し清めてくださる方であることを知り、それを素直に受け入れたのでした。新吉の人生は一転し、その時からキリストへの信仰という確かな岩、土台の上に自分の人生という家を建てていくのです。
彼はこう言っています。あっしは家を建てている時、いつもイエス様が来て見てくれているような気がしましてね。人が見ていようが見ていまいが、とにかくキリストがあっしと一緒に働いてくださる。そうなりゃキリスト様のお名前を恥ずかしめるような仕事はできない、と。恐れないで生きる。聖書の中で神様が私たち人間に繰り返し語りかけている言葉があります。それは恐れるなという言葉です。なんと360回以上も出てきます。どうして神様はこんなに繰り返し恐れるなと私たちに語りかけるのでしょうか。わけは明快です。私たちが恐れやすい存在だからです。私たちの毎日はいつも恐れと隣り合わせです。人間関係を恐れ、病気を恐れ、不透明な明日に不安を感じる私たち、そのような恐れや不安と戦っている私たちに対してイエス・キリストはこのように言われました。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体も滅ぼすことができる方を恐れなさい。マタイの福音書10章28節。何を恐れるか恐れないか、それは人生の土台を何に捉えているかによって左右されます。新基地は永遠に変わることなく、どこまでも愛であられる神様をまっすぐに見つめ、人生の土台としたのです。これこそ恐れないで生きる秘訣なのです。本のご紹介。岩に立つ、三浦綾子。三浦綾子著岩に立つは、三浦さんご夫妻の家を建てた棟梁鈴木新吉の生涯を描いた伝記小説です。三浦さんの作品としては珍しく、書き下ろしの単行本として出版されています。三浦さんの自伝小説、この土の器をもの中に、旭川に自宅を建てた頃の逸話が記されていますが、そこに登場するのが鈴木新吉です。小説は最初から最後まで棟梁の足という一人称の軽妙な語り口で綴られていて、思わずその話の中に引き込まれてしまいます。三浦さんは棟梁の勇気ある生き方に惹かれ、なんとかこの人物を世に紹介したいと、その半生をテープに録音して秘書に書き取ってもらい、7年をかけてついにこの小説を書き上げたといいます。題名の岩に立つ
は、後書きによれば、神によって生きるという意味を込めて付けられています。岩である神を人生の土台とし、人間を恐れず、真に恐るべき方を恐れて生きることは、なんと大切なことでしょう。ぜひこの機会に、岩に立つをお読みください。